インンフルエンザの感染が拡大しています県全体の1医療機関あたりのインフルエンザの感染者数は前の週よりも2倍近く増えこの時期としては過去最多となっています県が今日発表した今月10日までの1週間のインフルエンザの感染者数は1医療機関あたり7.34人と前の週より2倍近く増えましたこの時期としては過去最多です 地域別では仙台が11.18人で最も多く次いで塩釜が6.5人大崎が4.4人などとなっています一方新型コロナの感染者数は1医療機関当たり32.47人で前の週より0.07人減りましたが高い水準が続いています